アダックスは、タマヒズひずめ目シカアダックス属に分類される、グーテー類。本種のみで、アダックス属を構成する。チャド、ニジェール、モーリタニア。アルジェリア、エジプト、スーダン、リビアでは絶滅。チュニジア、モロッコに再導入。体長オス120から170センチメートル。メス95から110センチメートル。おな二25から35センチメートル。 肩がカオス105から1 1 5ンチメートル、メス95から1 1 0トル。体重オス100から1 2 5ラム、メス60から9 0ラム。皮膚は、分厚く、強力な直射日光からも身を守ることができる。眼下部の体毛は、棒状に伸長し、喉や、頸部の体毛もやや伸長する。頸部背面の体毛は伸長し、縦紙状になる。覆面や電部、 死死は白い。額は黒か四色の長い体毛で覆われる。鼻の上部にはアルファベットの X 字状の白い斑紋が入る。種小名なさまきアライアスは鼻に反転のあるのい。雌雄ともに1回半から3回ねじれた全力状の角がある。拡張を押す60から109センチメートル。メス55から80センチメートル。 各基部からの66から77%までの位置には30から35本の環状の隆起がある。主蹄めは扁平で幅広く、先端は丸みを帯びる。蹄めが左右に大きく開き、これにより、設置面積を大きくすることで体重が分散して、砂に埋まりにくくなり、砂漠での移動に適している。蹄めの間に終戦がある。出産直後の幼獣は、 体重4.8から7キログラム。カキは、ケーブや、胴体の毛衣が白っぽい肺褐色や、白、陶器は、猛威が肺気褐色やお灰色。乳頭の数は4個。砂丘や歴砂漠に生息する。主に白明治や夜間に活動する。2から20頭の群れを形成して生活し、以前は1000頭以上の大規模な群れを形成し移動する、こともあった。 食物や雨を求めて移動する。早く走行したり、長距離を走行することはできない。食生は、植物食で、草本、低木の葉、地下茎などを食べる。地下茎は、角で掘り起こして食べる。水分は、食物や腸炉から摂取する。水を飲まなくても1ヶ月以上は生活することができ、場合によっては、体外で脂肪を変化させ、水を生成する。 捕食者は、チーターウ、ライオンリカオンなどが挙げられ、カラカルサーバルブチハイエナなどは幼獣を襲う。繁殖形態は耐性。妊娠期間は257から270日。北部個体群は、冬季から春季。南部個体群は1から4月中旬か9から10月に1回に1頭の幼獣を生む。授乳期間は六から九ヶ月。オスは、生後にから三年。 メスは生後1年6ヶ月で生成熟する。飼育下での寿命は25年8ヶ月の記録がある。体が重く、動きが緩慢なため生息地では狩猟の対象とされ、肉は食用とされ、毛皮は靴やサンダルの原料に、角は塩を掘るのに利用された。軍事関係者や石油事業者の車と銃を用いた近代的な乱獲、観光客による格乱などにより、 生息数は激減し、干つや個体数減少による個体群の分断、縮小化、近親交配も懸念されている。野生個体群はニジェールの実に生息し、小規模な個体群や単体はニジェールとチャドの間にあるテネレ砂漠でも見られる。これらの個体が移動し、稀に絶滅したアルジェリアやリビアで発見された例もある。2007年に、 モーリタニア中部の20年以上発見例がない地域で目撃例があった。1993年における生息数はチュニジアとモロッコでは囲われた保護区に再導入され、このうちモロッコではた。1996年現在2352頭が飼育されている。ありがとうございます。